さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は今週末に行われるスーパーライト級の世界全4団体統一タイトルマッチ、ジョシュ・テイラー対ジャック・カテロールの試合の勝敗予想をしていこうと思います。まあ久しぶりにね、このスーパーライト級全団体統一チャンピオン、ジョシュ・テイラーの試合が見られるわけですが、これは非常に楽しみですね。これは現地時間2月26日に行われるんですが、実は同じ日に、井岡一翔選手と対戦が期待されているアンカースの試合とか、あとはクリス・コルバートの試合なんかもあるんで、この日は結構ボクシング観戦で忙しい日となりそうですね。一応今回のこの動画の最後の方で同じ日に行われる予定の他の注目ファイトの勝敗予想もまとめておこうと思います。さあということで、もうすでにスコットランドでは英雄的な存在になっているスーパーライト級絶対チャンピオンのジョシュ・テイラー、もうこのチャンネルでも何度も名前が出てきている選手ということで、今更特段改めて紹介することもないんですが、まあ、現在の全現役ボクサーの中でも最も成し遂げた功績が大きい選手の一人かと思います。140パウンド、キロでいうところの約 63.5kg が上限の階級であるスーパーライト級において、 WBA、WBC、IBF、そして WBO、 このボクシングの世界チャンピオンを認定している主要4団体全ての団体を統一した誰にも文句の言わせない絶対チャンピオン。もうこのボクシングというスポーツにおいて 63.5kg が上限であれば、今の現役世界最強はジョシュ・テイラーと言い切っていい、そんな存在かと思います。で、今現在リング誌が発表している全階級の選手を対象にした現役最強パウンド・フォー・パウンドランキングにおいても現在堂々の第5位。テイラーの上にいるのはカネロ、ウシク、クロフォード、そして井上尚弥選手だけですね。ちなみにこのトップ5、カネロとウシクとクロフォード、そして井上尚弥、ジョシュ・テイラーの中で一つの階級において全4団体を統一して、その階級の絶対チャンピオン、英語圏でいうところのアンディスピューテッドチャンピオンになったことがないのは井上選手だけです。カネロはスーパーミドル級で、ウシクはクルーザー級で、そしてクロフォードはテイラーの一つ前の時代にスーパーライト級で、それぞれ全4団体のベルトを統一してきていますよね。で、このカネロ、ウシク、クロフォード、テイラー、彼ら4人に加えて、もうすでに引退しているバーナード・ホプキンスとジャーメイン・テイラー、この計6人がボクシングの主要団体が4つになって以降、この4つ全てのタイトルを統一したことがある選手たち。逆に言えばボクシング史上で6人しか達成したことがないことをやってのけている、そんな選手がこのジョシュ・テイラーです。テイラーの現在の戦績は18戦18勝13KO 無敗、まあ、未だ全勝負けなしを継続している31歳のスコティッシュファイターですね。で、15歳まではテコンドーをやっていたことでも知られています。このテイラーの名前が一気に世界中に知れ渡ったのは、井上選手も参加したことで日本でも有名な WBSS トーナメント、まあ、井上選手はバンタム級で出場していましたが、このテイラーはスーパーライト級の WBSS に参戦しているんですね。まあこの WBSS に出場した時点では世界タイトルは一つも持っていなかったテイラーでしたが、準決勝でバランチェクから IBF タイトルを、そして決勝戦でレジスプログレースから WBA タイトルをそれぞれ獲得し、世界2団体を統一。で、この WBSS で優勝した後、1回防衛戦を挟んで、去年の5月に当時のスーパーライト級 WBC と WBO の2団体統一チャンピオン、ホセ・ラミレスと激突し、この試合で判定勝利を収めたことで、主要全4団体のベルトを統一しているということなんですね。まあ、プロたった18戦のキャリアで激戦区ともいえるスーパーライト級の4団体を統一するって、
これは WBSS トーナメントが開催されたタイミングなんかの運の要素も多少はあったでしょうけど、もう本当にとてつもないことですよ。まあ、なんとなくテイラーって現役のトップボクサーたちの中でも一番過小評価をされている選手の一人だと僕は思っているんですけど、未だキャリアが18戦しかないとはいえ、その18戦の中身も非常に濃くて、 WBSS トーナメントへ参戦する直前、キャリア第13戦目には元世界チャンピオンのビクター・ポストルに勝利。この頃のポストルってキャリア30戦中唯一クロフォードにしか負けたことのなかった劣気とした強敵で、ちなみにこのポストルも今回の試合と同じ日にゲイリー・アントワン・ラッセルとの試合を控えていますよね。まあ、このポストルにキャリアたったの13戦目で勝利で、その後 WBSS に参戦してライアン・マーティン、イヴァン・バランチェク、レジス・プログレイス、アピヌン・コーンソン、そしてホセ・ラミレスと連勝を重ねていくんですけど、この WBSS トーナメント初戦に戦ったマーティン戦からテイラーの対戦相手ってもう全員対戦当時の戦績が全勝無敗なんですよ。マーティンは当時22戦22勝無敗、バランチェクは当時19戦19勝無敗で、プログレイスが当時24戦24勝無敗、コーンソンは16戦16勝無敗。そして直近の試合、当時の2団体統一チャンピオンラミレスの戦績は26戦26勝無敗と、もうここまで5戦連続で全勝無敗同士の対決を制し続けているっていう、もうね、このテイラーのキャリアの進め方のハードモードっぷりって言ったらね、とんでもないですよ。しかも今回戦う WBO ランキング世界1位のジャック・カテロールも26戦全勝無敗という、よくまあこれだけ全勝無敗の選手を見つけてきますよね。すごいことだと思います。でボクシングスタイルで言うと、まあ、テイラーは本当に何でもできる万能型のサウスポーですよね。身長もスラッと高く、手足もバランスよく長い。で、やや広めにスタンスを取りながら、常に細かくフェイントを織り交ぜ、中間距離ではコンスタントに丁寧なジャブをつける。さらにショートレンジでの打ち合いになった時は、想像以上の体幹の強さというか、接近戦の得意なプレッシャーファイターにも押し負けない力を持っている。で、このショートレンジから打つ右フックと左アッパーが、コンパクトな上に非常に強力っていう、ほんと穴を探すのがすごく難しい、相手からすると崩しにくい選手かと思います。まあスタイルもいいし、コンビネーションのフォームが綺麗なんで、スマートに戦う印象があって、結構このインファイトでのスキルを軽視されがちなんですけど、僕はこのテイラーの強みはショートレンジのスキルの高さにあると思っています。ミドルロングでも当然スマートに戦える高いファイト IQ の持ち主なんですが、あのバランチェクやラミレスのプレッシャーに全く押し負けない、それどころかダウンまで奪えるショートレンジスキルの高さっていうのは、もう本当に凄まじいレベルというか、大きな強みですよね。で、そんなテイラーに今回挑戦するのがジャック・カテロール。彼はイギリス出身、まあ、テイラーの場合は同じイギリスでもスコットランドなんですけど、彼はイングランドの出身ですね。戦績は26戦26勝13 KO 無敗。現在 WBA と WBC で世界9位、そして WBO のランキングでは世界1位。まあ、今回は WBO の指名挑戦者としてテイラーに挑むわけですが、実はもうかなり前からこの WBO の指名挑戦権を持っていたんですよね。もう今から3年前となる2019年にはこの権利を持っていて、当時の WBO チャンピオンであったモーリス・フッカーに挑戦できる位置にいたんですけど、そのフッカーが当時の WBC チャンピオンだったラミレスと統一戦をするからっていうことで一旦順番待ちをしていたんです。で、もともとはこのフッカー対ラミレス戦の勝者に挑戦できるという条件で待つことにしていたんですが、この試合に勝ってタイトルを統一したラミレスは
WBO ではなく WBC の指名挑戦者であったポストルと試合をするわけです。まあ、これもともと WBO チャンピオンだったフッカーの方がもし勝っていれば、多分このタイミングでカテロールがタイトルチャレンジできていたと思うんですけど、ちょっと運が悪かったんですかね。ただこの時はもう絶対にこのラミレスとポストルの勝った方がカテロールの挑戦を受けるっていう条件で再度順番待ちをしていたんですが、その後この試合にも勝ったラミレスはジョシュ・テイラーとの全4団体統一戦をするからということで、またもこのカテロールは順番待ちをしなきゃいけなくなるという立場になって、ちょっとこれはかわいそうでしたよね。でこれもともとこうやって試合をできると思っていたのに、戦うつもりでいた相手が他の試合を優先したことで指名挑戦権を獲得した2019年から試合をするペースが落ちちゃっているんです。これは当然コロナウイルスの影響もあるんでしょうけど、2019年は2試合、2020年には1試合、そして去年2021年にはなんと一度も試合をしていません。この最後の試合が2020年の11月なんで、今回は約1年と3ヶ月ぶりのリング復帰となるわけですね。カテロールは今回が初の世界挑戦になるわけですが、もともとずっと長い間 WBO のヨーロッパ地域タイトルである WBO インターコンチネンタルタイトルを防衛し続けてきた選手で、それもあってこの WBO で高いランキングを持っているんです。ただまあ正直に言っちゃえば、テイラーとはキャリアのレジュメを比べるレベルにはないというか、まあ、そもそもテイラーと比べちゃうのは誰であってもかわいそうなんですけど、その今まで世界レベルと言える選手とはほとんど試合をしたことがないんです。まあ、2018年にやったオハラ・デイビスなんかはかなり有名ですけど、実はこのデイビスもその前にすでにテイラーに KO で負けているんですね。まあ、この両者ともにやっているオハラ・デイビス戦を見比べても、テイラーの方が有利と言って間違いないマッチアップかと思います。で、まあ、今回は両者ともにサウスポー対サウスポーの対決なんですが、まあ、カテロールの方がよりアウトボクシングに寄ったスタイルと僕は考えていますかね。2人とも万能型といえば万能型なんですが、ショートレンジでの技術を比べるとやっぱりテイラーの方が1枚も2枚も上手なのかなと。まあ、カテロールはミドルとかロングから打つ左のストレートが非常に伸びてくる選手なんで、結構あのアウトボクシング気味に戦いながら突然豪快な踏み込みを見せて伸ばしてくる左ストレートっていうのは魅力的ですよね。この伸びのある左ストレートを上下に散らして、特にテイラーのボディを左で叩ける展開に持っていくのが勝利につながる鍵になってくる気がしています。で、逆にテイラーとしてはあんまりこのカテロールに好き勝手アウトボクシングをさせない方がいいと思うんで、今回の場合はかなりプレッシャーをかけていって自分から距離を詰めていきたいですよね。カテロールは遠い距離からだと体をかなり斜に構えて相手が打てるスペースを減らしてくる構えの選手なんで、ロングとかミドルからカテロールのことを捉えるって結構難しい気がしているんです。なんでこのカテロールのディフェンス力を無効化するためにも、距離を潰してショートレンジからコンパクトな右フックや相手を巻き込むような左のオーバーフック、今回はこういう横軌道のフック系のパンチが有効になるんじゃないかなと。まあ、特にテイラーの右フックって本当に惚れ惚れするようなタイミングで飛んでくるんで、左のガードが落ちる癖のあるカテロールにこの右フックは結構当たりそうですよね。まああとはこの試合はもともと去年の12月にやる予定になっていたんですけど、この時はテイラーの膝の怪我で延期になっていたんで、この膝の具合っていうのもどうなっているか見ものですよね。まあ、膝を壊していた期間は走り込みとかもしづらくなっていたでしょうし、そういう意味でスタミナ面にテイラーは少しだけ不安を抱えていそうな気がしています。まあ、カテロールはそもそもアウトボクシングでポイントアウトすることが得意ですし、このテイラーの膝の不安やスタミナ面の不安も考慮して、とにかく長期戦に持ち込んだ方が勝機が高くなると僕は思っています。
さあ、ということで、そろそろ個人的な勝敗予想をシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想は、チャンピオンテイラーの5から7ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうと思います。まあ結構両者の試合は見ていますが、やはりこれまでのキャリアやスキルセットを比べると、どうしてもテイラー有利の予想は動かないんじゃないかなと。世間の勝敗予想オッズを見てもテイラーがだいぶリードしていますし、もしカテロールが勝つようなことがあれば、かなり驚きのビッグアップセットと言っていいカードなんではないでしょうか。でもこういう全勝無敗の世界ランキング1位の指名挑戦者相手に勝って当たり前と言われてしまうテイラーは、かわいそうといえばかわいそうですよね。もう井上尚弥選手しかり、この強すぎる悩みっていうのはなかなか歯がゆいものがあるんではないでしょうか。まあ、今回このテイラーがスコットランド出身で、カテロールがイングランド出身なんで、同じ UK とはいえライバル関係の強い国同士の激突というのも魅力的なスパイスになっていますよね。で、まあ今回はテイラーの地元であるスコットランドで試合をするわけですから、世界初挑戦のカテロールはもちろん、テイラーも相当の気合が入っていると思いますよ。まあ、これはオッズに開きがあるマッチアップだからというのもありますが、結構アメリカのメディアなんかでは、今回の試合よりもテイラーがここで勝った後のキャリアの進め方にすでにフォーカスが集まっていて、この後ウェルター級に上げてクロフォードやスペンスと勝負しに行くのか、はたまたスーパーライト級に残ってライト級から上げてくるティオフィモ・ロペスの挑戦を受けるのか、まあ、こういう川山陽をしている時って足元を救われかねないですし、そういう意味で負けるのが本筋と思われているカテロールの頑張りにも期待したいと思います。ちなみにテイラー自身はティオフィモ・ロペスも含めてライト級から誰が上がってこようが相手にならないと発言した上で、自分の今の目標はウェルター級に上げて、この2階級目でも全4団体を統一することだと語っていました。なんで多分この試合に勝てばもうウェルター級に階級を上げるんでしょうね。さあ、ということで、まあ、今回はテイラーが勝つという予想が多くなりそうですが、僕とは違って判定決着予想をする人も結構多いんではないかなと思っているんで、その辺も含めてぜひとも皆様のご意見もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。あと冒頭にも言った通り、この試合と同じ日に行われるその他の注目ファイト3試合についても最後に簡単に予想をしておきますね。一つ目はスーパーフライ級の IBF 世界タイトルマッチ、井岡選手のライバルでもあるアンカース対フェルナンド・ダニエル・マルティネス。まあ、これは僕はアンカースが中盤6から8ラウンドくらいにストップするんじゃないかなと思っています。まあ、相手のマルティネスもスピード感があって見た目も派手ですし、結構カリスマ性を秘めた魅力的な選手なんですけど、まあ、ここはキャリアとパワーに勝るアンカースがパワー差で押し切ってくれるんじゃないかなと。で、二つ目はゲイリー・アントワン・ラッセル対ビクター・ポストル。まあ、テイラーの紹介の時に名前が出たポストルと、あのゲイリー・ラッセル・ジュニアの弟であるアントワン・ラッセルの一戦。いや、まあこれがね、一番勝負論のあるマッチアップというか、実は個人的にはこの週末で一番注目している試合です。あ、まあこれはね、本当に予想が難しいんですけど、まあ、世間の意見的には多分ラッセル有利という数字が出ているはずですが、僕はポストルの中佐判定勝利を予想しておきます。まあ、ラッセル勢いもあるんで頑張ってほしいんですけど、ここは元チャンピオンのポストルが意地を見せるんじゃないかなと。普通にラッセルが KO 勝ちしそうな気もするんですけど、どうなりますかね。まあ、僕の予想としてはポストルの判定勝利にしておこうと思います。で、最後、クリス・コルバート対ヘクター・ルイス・ガルシア。まあ、このコルバートはね、もともと WBA のレギュラーチャンピオンであるロジャー・グティエレスとやる予定だったんですけど、グティエレスがコロナに感染したことで相手が変わっちゃいましたね。
まあ、この試合の勝者がグティエレスのタイトルに挑戦するんだと思いますが、まあ、ここは無難にコルバートが勝つんじゃないかな。予想としてはコルバートの大差判定勝利ですかね。まあ一回くらいはコルバートがダウンを奪って文句なしの判定をものにするというイメージです。まあ、本当にこの3試合も非常に見どころのあるマッチアップだと思うんで、テイラー対カテロールの試合と同様注目してみてください。こっちの試合もぜひとも皆様の勝敗予想が聞けると嬉しいです。それでは今回の放送はこの辺りで終わりにしていこうと思います。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラムのフォローもお願いいたします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。